はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニ、先日のねニコ生格 TV で新マップのね無限地獄が近日追加されるという情報が発表がありました。非常に楽しみです。レジェンド妖怪ウンチクマもね登場するということで、これはねぜひともゲットしておきたい。攻撃プラスサボり効果っていうね必殺技、どんな技なんでしょうか。非常に楽しみです。先出しプレイということでね、無限地獄のボスのね攻略の動画がね出ていました。かなりね強力なボスということなので、この辺の攻略もチェックしておきたいと思います。今はね期間限定のイベントミッションが開催されています。僕もね早速やってかなりミッションの方はね攻略してきました。まだね全てのミッション攻略してはいないんですが、このミッションではねかなりレアアイテム、あとね虫歯伯爵とかねゲットできるので、まあ、ぜひともこの機会に新マップに備えてね妖怪強化しておきたいと思います。あとねメダルもね5つ星コインとかね、あと色コイン結構ねたくさんゲットすることができたので、まあガシャを回してレア妖怪をゲットして新マップに備えて妖怪を強化しておきたいと思います。イベントミッションの攻略動画も出していますので、もしよかったらそちらも見てください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。